でっちりの末になっちゃってかっこ悪いなぁと思っている人、もっと簡単にかっこよく滑る方法がありますので、今回の動画を真似してみてください。こんにちは、レイトプロジェクトの滝沢健一です。今回はスノボー初心者レッスン行ってみましょう。はい、ターンもっと上手くなりたいな、かっこいい姿勢で滑りたいなと思っているあなたね、ぜひ参考にしてみてください。今日はこれ、でっちり改善。はい、この姿勢で滑るの嫌だなと思っている方、もっと楽にね、バランスよく滑りたいな、かっこよく滑りたいなと思っている方ね、必見の内容となっております。何を今回はやっていくのかというと、足首を曲げて滑るということをね、やっていきたいと思います。はい、皆さん足首意識して滑ってますでしょうか。足首とても大切な動きとなっていきますので、ね、今回の動画をね真似してもらいたいなと思います。はい、よく言われるこのでっちり姿勢ねになる原因として、膝を中心に使って滑ってしまっているっていうのがあります。これはね、私にもちょっとね原因があるんじゃないかなと思うんですが、結構ねこのレッスン中にもね、膝を曲げましょう、膝を曲げましょうね、膝を曲げて重心下げましょうなどというふうに結構教えています。まあ、それをそのままねスッと、素直にですね体で表現してしまっていると、それで実はねでっちりになりやすいんですよね。こんな感じ、膝曲げているとこうやってお尻出てバランス取ろうとしています。はい、これ膝っていうのを曲げた時に、はい、他の関節も連動して動いてバランスを取っているから今立っていられるんですよね。これが怖いことに、膝だけもし曲げたらどうなるでしょうか。はい、かかと側に倒れますよね。なので実際膝だけを曲げようとしても実はバランスが取れないので、膝を意識してバランスを取ろう、膝を曲げてバランスを取ろうとしちゃうとどうしてもお尻出るんですよね。膝が曲がるとお尻が出る、お尻が出ると頭が下がる。はい、でっちりの姿勢の完成となってしまいます。はい、なのでここをね直していきたいと思います。じゃあ何をしなくちゃいけないのかというと、実は膝を曲げるというものに絶対連動しなくちゃいけないのが足首なんですよね。はい、ちょっとアップでお願いします。膝だけを曲げる状態だとこの状態、はい、足首動いてないですよね。はい、足首を曲げるというとこういう状態、わかるでしょうか。はい、この状態ね。はい、膝が前に出ていって足首が曲がって、膝が前に出ていきながら膝が曲がったと思います。この状態を作ってほしいんですよね。膝を曲げるっていうのは足首と連動して曲がっている状態、この姿勢を作ってください。この足首から曲げていくとこうなります。膝を曲げても、はい、でっちりにならない姿勢になるんですよね。足首曲がる、膝曲がる、そして重心が下がる、上半身はそのままね安定した姿勢を保って滑ることができるようになっていきます。結構スノーボードを滑っているこの足首をね曲げるのが苦手だよっていう方多いです。その原因としては、そもそもね筋力が足りなかったりとか技術レベルが足りないっていうのもあるんですが、それにプラスアルファ道具が硬すぎてしまうっていうのもあります。ブーツがね曲がらない、この足首が曲がらないブーツっていうのもあるんですよね。硬い上級者モデルになってくると足首曲げようとしても固定されてって曲がらないので、そこから足首曲げようとしてるのにかかわらず膝が先に曲がってしまってお尻が出てしまうっていうこともありますので、まあ、道具もね一度ね見直してみてもらいたいなと思います。足首がちゃんとねこうやって曲がるかどうか、かかとを浮かせずに、かかとが浮かずに足首を曲げることができているかどうか、この背もたれのハイバックの部分からブーツがね離れるねような状態で足首が曲がっているかどうかね、ちょっと確認してみてください。まあ、そうすることによって、結構滑り大きく変わっていきますよね。そのあたりを、やっていきたいと思います。はい、それではですね足首を曲げてまずはね滑ってみたいと思います。はい、今足首が曲がった状態で滑っています。はい、上体起きてますよね、膝曲がってますよね、安定してバランスの取れる姿勢になってます。はい、こうやって足首を曲げた状態で滑ってあげるね。そうするとこのような姿勢でね滑ることができるようになります。では次は、はい、足首曲げずに膝だけ意識します。膝を曲げる、膝を曲げる状態、膝を曲げる状態だとお尻が出て頭が下がっています。そうするとこのように振動が頭を、ね、上下させるような感じで
雪面の凹凸を、ね、吸収してしまうような感じになるので、バランスが、ね、取りづらくなったりだとか、腰が疲れてしまったりとか、ね、する状態になりますので、足首を曲げるように、ね、意識してあげてください。では、ね、足首を曲げる時のコツをお伝えします。それは何かというと、道具に頼って曲げてあげるっていうところなんですよね。はい、ブーツのターン、ね、ここありますよね、はい、ターンにすねを、ね、乗せてあげる、ね、そしてそれをさらに金具のアンクルストラップ、足首の、ね、ストラップありますよね、これでこれを挟み込んであげるようにしてあげる。そして足首の力を抜きます、はい、足首を曲げるといっても足首の力を入れるんじゃなくて、逆に足首の力を抜くんですよね。そうすることによって足首がだらーんと曲がって、体重でしっかりと足首が曲がるようになります。でこれで滑ってみますね、はい、特になんか難しいことをしているわけじゃなくて、足首を曲げた状態で滑っていきます、はい、だらーんとね、この状態、そうするとバランス取りやすくなって、上体が起きた状態で滑れるようになります。でこの足首を曲げるっていう動きに関しては、特に後ろ足意識してください。後ろ足をしっかりと曲げてあげるね、後ろ足曲げてあげる。で今度は何するかというと、前足で、はい、舵取りをしていきます。つま先側に曲がりたいときは今の動きで、さらにつま先側にグッと荷重をかけつつ、軽くポンと足首に力を入れて、つま先側にグッと板を立ててあげる感じで、次かかと側に曲がりたいなと思ったら、軽く逆に足首を解放させてあげて、はい、この背もたれの部分、ハイバックという金具の背もたれの部分にふくらはぎを押し当てるようにしてあげてください。そうすると曲がりやすいです。見ててくださいね、はい、つま先側に曲がる場合は、はい、後ろ足の足首は曲げつつ、つま先側に曲がりたい時は、はい、前足のここの部分にさらにギュッと押し合って曲がっていくね、こういう感じで、かかと側に曲がりたいなと思った場合は、この背もたれの部分にふくらはぎを押し当てるように、ちょっと足首を起こしてあげる、起こしてあげると曲がっていきます。はい、こんな感じ、つま先は、はい、さらに挟み込んであげる、かかと側は、はい、背もたれの部分にふくらはぎを押し込んであげるようにしてあげてください、はい、そうすると、ね、バランスよく、ね、曲がれるようになっていきます。でここで注意してほしいのが、後ろ足ずっと曲げっぱなしって難しいなって感じると思うんですけども、それをね頑張って維持するようにしてください。そうすると姿勢整いやすいです。特にかかと側のターンの時に、両足をふくらはぎ側にね、この背もたれのハイバックの部分に押し当ててしまうと、こういう姿勢になっちゃいます。どういう姿勢か見てくださいね、はい、両足をふくらはぎに当てるぞっていう風にすると、つま先からふくらはぎこうやって、はい、わかりましたかね。お尻ドーンって突き出てしまいましたよね、はい、上半身が、板がねこう立ちすぎるっていうんですけど、板が上がりすぎてお尻がドーンって落ちちゃうんですよね。バランスがすごく取りづらい姿勢になってしまうので、両足をふくらはぎに当ててしまうと、よりでっちりの姿勢が強化されてしまいます。こんな感じ、はい、という形でかかと側のターンは、はい、ハイバック、背もたれの部分にね、後ろ足は当てないように意識しつつ、足首曲げつつ、前足だけふくらはぎを背もたれに当てるように、そーんとターンを意識してみる。でバランスを取ってあげましょう、はい、そうするとこんな感じで、上半身起きたままスムーズにターンができるようになっていきます、はい、で前足の舵取りっていうのを意識してあげてください。後ろ足は安定させるように意識してあげるね、はい、このようにすると、はい、おでっちりの、ね、姿勢を改善することができますので、ね、ぜひ試してもらいたいなと思います。はい、ここから、ね、深掘り解説いってみましょう、はい、SBOS & YouTube メンバー限定の、ね、レッスンとなりますので、ね、上達に役立ってもらいたいなと思います。足首を曲げるっていうのはスノボ初心者の方に向けた、ね、レッスン内容だったんですが、はい、カービングをするときもこれ、ね、必要になってきますよね、はい、特に後ろ足の、ね、足首しっかり曲げた状態キープしておくっていうのは、ね、とても大切になってきます。足首を曲げていないで膝曲げ